氷の不死帳命、溶かしてくれる。氷には、炎で応じるまで。アニビアの翼は我らがおる。猫など、虎の敵ではない、緑。その貧弱な爪をしまえ、たった一種の獣に頼るとは。先に割れるのは、どちらの甲羅かな硬さだけは褒めてやろう。いつまで、OK、と言っていられるか。 所詮は浅はかな白熊よ。熊に鎧など必要あるまい。ウサイン族は身の程を知り精霊たちよ。いざ、視力を尽くし戦わん。神羅万象の活力が我らの力なり。大地の四方を守る、古の精霊たちが目覚める。精霊よ。 我らを導け魂を野生に返してくれる獲物を切り裂け虎の怒りを受けてみよう虎の怒りを受けてみよう爪と牙がお相手しよう膝まずかせてくれる手加減は無用この守りは貫けぬあやつらの守りを打ち砕け一歩たりとも引かぬ我らは引かぬ痛みは心の幻これが熊の力だこれが熊の力だあ 刀的な力だ踏み潰してくれる力が、みなぎるこれぞ不死鳥の炎これぞ不死鳥の炎我は滅びぬ清めの炎を受けよ弱き者どもを焼き払え敵をなぎ払え 模様は敵に見つかりにくい派手なオレンジ色でなければな亀は動く砦であり同時に動く家でもある蜂蜜は好物だが蜂が厄介でな体が燃えているせいで快適な巣作りも一苦労だ <laughs> 我らは生命力の化身我らの魂は一体なり我らの旅は続く自然の怒りを知り獲物を追え獲物の息遣いが聞こえる必ず仕留める血がたぎる着実に歩め守りを固めよ全方位を警戒せよ不屈の意志で精神と 肉体の強さだ。我らに歯向かう愚か者はどこだこの力に限界はない。邪魔な者は突き破れ。突撃だ。みなぎる力、受けてみよ。魂を秘書せよ。風と炎の力だ。魂の炎に焼かれよ。精霊のために、我が勇士を解くとみよ。ふっふふっふふふ フィアーフォー亀のごとく堅牢にイーフォーンフォーンフォーンフォーフォーフォーお前は爪を研ぐのにちょうど良さそうだ。我が甲羅に、傷の一つもつけてみよう。その醜い顔も、殴れば少しはマシになろう。いかなる敵も、灰になれば皆同じ。精霊よ。 目覚めよ我らは一体なり究極の力だ完全なる調和だ不穏の種は取り除いた自然に帰るがいい精霊は解き放たれたのだやむを得ぬ犠牲だ竜を討ち取ったりもはや竜はおらず我ら蜘蛛を倒せりもうこの蜘蛛が巣を張ることもあるまいバロンを倒した その魂は自由だバロンの応暴もここまでだ警戒せよ目を光らせよ精霊が見ているぞ一度引いて、息を整えるのだしばし、祈るとしよう。肉体と魂を癒そう。我らが家へと戻らん。復活だ精霊たちが再び集う。再び一体となった。まだ終わらぬ今一度。 立ち向かおう、精霊たちよ、再び集え、戦が呼んでいる。